皆さんこんにちは本日は高城をご紹介します高城は現在の長崎県伊佐早市にあります昔の比善の国ですアクセスとしては伊佐早駅から徒歩10分ほどです伊佐早公園に駐車場がありました高城は別名亀城とも言われています伊佐早城として文献に登場する場合もありますが 現地では現在の漢字を当てたイサハ城とも記されています。現在の高城は麓に高城神社があり城郭全体がイサハ公園となっています。麓のメガネ橋をはじめ綺麗に整備されており家族連れが多く集まっていました。城の中についても整備が見事で矢部に阻まれるようなことはなく体力さえあれば老若男女が 巡るることができるようになっていますしかしながら城のため高低差があり道が蛇行している箇所もあり疲労しますので十分にお気をつけください城内には諫早観光物産・コンベンション協会により日本の歴史公園百選伊選諫早城市として案内ルートと城の移行についての説明板が各所に設置されています。 小口、本丸、東の丸、高谷倉など、城の設備が説明されています。単純に設備の説明だけではなく、例えば絡めての説明板では、西郷機の逸話が併記されています。私が行った時は、12箇所設置されているようでした。本丸には、藤原明神、高城明神、画面とさんについて、伊佐林教育委員会が、 平成19年に設置した説明板がありますので併せてご覧ください高城の歴史については現地の説明板と概要欄に記した参考文献を参照しております高城は標高50メートルの楕円形の小山にあり周囲は急峻な傾斜を持っています古くは南西側の山麓もともに藪部や木立が深く南側の一部は 湿地でした。城郭の構造や規模については王子の記録もなく現在は公園化され新たに改変が加えられて元の実態は正確につかみがたくなっています。しかし龍造寺軍を迎え撃った当時の高城は西郷記に記されています。江戸時代しばらく頂上の本丸の構造物はありましたが。 女王年間西暦1652年から55年には完全に撤去されました城主にまつわる歴史としては鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて諫早野城の中心部に諫早市がおり北朝方として活動していた諫早次郎の名がありますがまもなく市場から姿を消しその館や城郭の所在も不明です西郷氏は 文明年間西暦1469年から87年西郷久義の時に浮城から伊佐早に進出しまず船越城に入りついで高城を構築してここに移ったとされていますこれが現在の伊佐早公園ですその後住久住高まで三代は島原の有馬町と結んで繁栄し所領も高木郡北部を中心に 富士通園木両軍にままで及びました天正4年佐賀の龍蔵寺隆信は西肥前の計略に乗り出し島原の有馬市の一部浜の城などを落としさらに伊万里市山城市を下し次いで大村市と諫早の西郷市を攻めたのですが不成功に終わりました翌5年隆信は再び軍を進めて大村市は敗れ輪をこいました 続いて伊佐早に進んだのですが西郷氏も輪をこい天正15年西暦1587年豊臣秀吉の島津政党に対して秀吉の国割で自然の諸大名が所領安堵される中西郷住高の子信直は参陣しなかったため所領を召し上げられ竜造寺家春に与えられることになりました。 入部した家治に対し墨高の家臣や領民は反抗したのですがいずれも家治によって弾圧され西郷氏は離散して滅亡しましたその後竜造寺家治も二代目で諫早氏と改めた直徳の時佐賀の鍋島藩の支配下に完全に組み込まれ1万480石を治療する過老閣の家臣となりました イサハ氏と西郷氏については、北非戦士に多くの記載があります。南北朝時代、略王2年、西暦1339年、北朝の武家方に参加していた比善の国のイサハヤ郎入道の名が見えます。なお、南朝の宮方には比善の国の西郷の名があります。ところが、三代将軍足利義満が九州短大に 今川イオノカミ入道領主を任命し九州の南朝方を鎮圧させようとしました大安六年西暦1369年に比善の国その義軍に進軍し伊佐早浮紀の領城を攻めたとされています城主の伊佐早ウコンゴロウと西郷東三郎はやがて降参者と記されておりかつて北朝方であった伊佐早氏は この時点でで型になっていたようです。他にも北碧戦士には龍造寺隆信の高城攻めが詳細に記されていますのでご興味あれば参照いただければと思いますこの時点で諫早城ではなく諫早高城の城主西郷祝美神住高と記されており諫早城ではなく高城でした他に秀吉の国割で西郷氏が所領没収となり 寺家治が諫早を領した流れも詳細に記されていました柳川を立花左近の証言宗虎に与えたことで何の咎もない龍造寺一三助家治が領地を失ったことを秀吉に抗議したところ大地として西郷壇上の諫早を召し上げ家治に与え本城である高城に入ったとされています西郷壇上信直は 病気で薩摩征伐に参加できなかったため領地没収となって浪人となり妻子や家人は龍造寺正家が扶助しました西郷氏代々の領地を召し上げとなったことを無念に思い大阪で小西摂津守を頼み罪がないことを訴訟するも変わりませんでした折しも肥後一揆が起こり龍造寺家治が出陣すると西郷信直は常磐が守る高城を攻め 奪還することに成功しましまたところが家治が肥後から戻り佐賀の正家も援軍として富士軍の石井孫六重忠を差しし向けました西郷信直は敗れて平戸方の相の裏に逃れ弟の太郎は薩摩へ赴いたとされています高城は公園となりきれいに整備され安心して巡ることができるようになっています。 それだけではなく城の遺構について随所に説明板が設置されておりそれらを見ると城の構造だけではなく高城に関連する歴史も知ることができるようになっています高城は伊佐早駅と伊佐早市役所の間にあり伊佐早市の中心にあると言えると思います高城神社をはじめ伊佐早神社など神社やお寺も多くあります秘前の国へお越しの際は 寄ってみてはいかがでしょうか。ご視聴いただきありがとうございました。